あと俺の先行か。あ、いいいいいい、いいね。タートルが来てればまあいいよ。よっこいしょ。オッケーオッケー。おう、ドッタンさんもせか。うん、どっちが破壊するか。いや、まだいいでしょう。タートルとしもべで殴ってみる。ホーリーナイトドラゴン。ちょ、クリスマスだからって入れた一枚が来たから。タートルはいい。一応残しておくかい。どんな感じか見よう、まず様子を。まだ始まったばっかり。ミラーかな、これは。パラオミラーな気がするな。お会いに行く様、止めさせてもらうよ。ああ、それ闇の仮面とか入れてもいいかもなーって思いましたね。ファラオデッキで、第一の棺とか回収できるんで。これダメージはしゃあないとして、相打ちか？うん。ゾンビはいいんだけど、ねえ、なってくるかな。ちょっと先にゾンビから殴って様子を見よう。うん。何を持ってくるかな。有効付きだったら相打ちを狙うしかない。ロード、オッケー。何が選ばれるか。罠カード。だったらやりくり上手でいいわ。アートルの効果で。いけ、有効付き。ヴァンパイアロードを破壊しろ。よし。ヴァンパイアロードもあれですよね。戦闘破壊には耐性がないんで、2枚目。ここは、暴走。まあ、ホーリーナイトドラゴンいるしね。いける。お、やりくり上手いいね。ファラオ。どうせならもう出しちゃうか。うん、出しそうか。うん、いけいけ。ホーリーナイトドラゴン。クリスマスなんでね。ホーリーナイト。これだけです。狙ってくるかな、これ。ファローと相打ちにされたら。まあまあ、ちょっと痛いな。来たか、スピリッツ・オブ・ファロー。まあ先にトッタンさんが出されたみたいですね。あれ？それだけだっけ？あ、そっか。あとピラミッドタートルか。これは殴って団結。団結させないよ。3200ならまだ耐えてる。殴ってくるか。しょうがない、これは受けよう。2250。かっこいいよ、ファラオ。自分の身を犠牲にしてまで価値を取りに来る。でもまだまだデュエルはこれから。黒猫ヤマト。やりくり上手だ。何か持ってくるしかない。ファラオでいいや。せいや、竜は何回でも蘇るんだよ。死者蘇生。ホーリーナイトドラゴンでいいや。
攻撃表示。ミラホじゃないよね、ミラホじゃないよね、ミラホはやだ、ミラホはやだ。よし、取った。まだまだこっから。いけるいける。3枚目だぞ。いいな、羨ましいわ。でもよ、こっちの手札にはよ、羽根暴起があるんだよ。黒猫さ、出したいけどさ、さすがに無謀かな。1450のやつが出されたら終わるんだよね。いけ、ハーピーの羽根暴起。サイクロン、いや、行こうか。多分大丈夫だと思うんだよね。ファラオミラーなら1450のモンスターはいないはず。いけるいける。それこそ死者蘇生出されなければいける、よしよし。これはワンチャンいけるか、いけるか。いやでもさすがに黒猫はどうせこのターン決められないんだし、うん、ホーリーナイトドラゴンだけでいいや。うん、モンスター1伏せ。またやらかした。ファラオまたミスったよ。グリッターは何持ってくんだろう。アートルかな、まあ、だよね、うん、まあ、にまだまだこれから、これから蘇らせられるのはたくさんいるしね。打ち出の小槌。さっきのターンな、第一の質疑発動できていればな。さあ今度は間違いない、第一の質疑発動。ポウカで第二の質疑を出します。であれが多分ピラミッドタートルでしょう。マジックシリンダーあるか。まあまあまあ、あるならいいや。まあピラミッドタートルいるなら絶対にこれは黒猫は攻撃表示じゃねえや。まあそう、攻撃表示にはできないしな。2000以下タートルで場をしのぐか。まあいいだろう。カードだけでいいのかな。エンドサイクロン、やれ、アップな。さあこれで勝利へのピースは揃った。現れよ、スピリッツオブファラオ。効果発動、よみがえるしもべたち。これさ、しもべたち出してもさ、攻撃力低いから殴れないんだよね。あ、ミラコ来た。どうする、まず。あーん、俺で3枚落ちたか。3枚落ちたはず。そうね、3枚落ちたから、何かしら有効突きを取ってこい。 OK、ゾンビ、よし、しもべでとどめだ。はい、トッタンさん対戦ありがとうございました。いや、なんとか逆転できたっていう感じですね。うん、ファラオ最強、ホーリーナイトドラゴン最強。はい、対戦ありがとうございました。